ダイアログフォーピープルの佐藤です。入管法改定案についてお伺いいたします。はい、難民審査参与員の柳瀬房子氏の発言内容に疑問の声が上がっている今、その審査の内容が適切なものであったのかどうか確認しなければとても審議を継続できないのではないのかと思います。第三者による内部調査など、審査制度が適切に運用されていたかどうかを確認するつもりはありますでしょうか。はい、まずですね、この難民審査参与員制度は外部有識者からなる難民審査参与員が法務大臣から指揮を受けることなく3名1組の班で審理を行って、その結果を意見書として法務大臣に提出すると、こういう役割を持っている、いわば中立性公平性が担保されている、そういう制度になっています。したがって第三者による内部調査というものは審査制度が適切に運用されていたかどうか確認する必要はないと考えています。でその上でご指摘の柳瀬さんの話ですけど、参与員制度が始まった平成17年から現在に至るまで、最初から長年にわたり参与員を務めておられて、他の参与員の代わりに審理に入ることにも協力をいただいている方でありまして、昭和50年代から長きにわたり難民を支援する NPO 団体の設立に関わり、その運営もしっかりと務められてきた方なんです。でこのようにその難民認定に対する知識及び経験が豊富かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んできている方が、ご自身の豊富なご経験に照らして入管が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見つけることができない旨や、あるいは申請者の中に難民がほとんどいない旨をですね、述べられているわけでありまして、私はこの発言は重く受け止めなくてはいけないと思っていますし、我が国の難民認定制度の現状をですね、長年にわたって見ているわけですから、的確に表しているのではないかと、考えているところであります。柳瀬さんのことなんですけども、その2019年の専門部会の議事録でも、そのほぼ同時期に対面の審査を1000件と言ってみたり、あるいは1500件と言ってみたり、非常にブレが大きいんですよね。でこういったその柳瀬さんの発言に関して、というか審査件数に関して基礎的な事実の確認をやっぱり法務省入管として怠っていたのではないかっていうようなことがあるかと思います。それについてちょっと大臣のお考えをお聞きしたいのと、あと先ほど柳瀬さんの、件についてのご質問ですが、結論を申し上げますと、入管庁として、特定の難民審査参与の事件処理数については、統計を取っていないということがあります。まず一つで、その上で、これも何度もご答弁させていただいているんですけども、柳瀬氏が参与制度が始まった平成17年から現在に至るまでですね、長年にわたり熱心に参与員を務めていただいており、他の参与員の代わりに審理に入ったりしながらご協力もいただいていますし、また昭和50年代から難民を支援する NPO 団体の設立にも代わりその運営を務めてきた方で、その方が難民認定に対する知識および経験が豊富かつ長年にわたって難民の支援に真剣に取り組みしている、そういう方がご自身の豊富な知識および経験を照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見つけることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられているという、そっちの訂正的だと思ってですね、この発言は私どもは重く受け止める必要があるんだろうと思っています。したがって今その結果をですね、調査をするというようなことは考えていないんですが、我々はそれを認識をしているということであります。ですね、今調査は考えていないという発言があったかと思いますが、こちらは柳瀬氏の審査の詳細については、調べるつもりはないということでしょうか。でまた柳瀬さんの発言に関する、あるいはそのいくつか国会の参議院の審議の過程においてデータを出すべきかという話をいただいておりますので、それについては今出せるもの出せないなと思いますが、真剣に検討しているという状況であります。
よろしくお願いいたします。ダイアログフォーピープル佐藤です。はい、難民審査参与員柳瀬房子の件について引き続きお尋ねします。はい、難民審査参与員の柳瀬房子、2019年11月の収容総監に関する専門部会第2回ですね、この、会議録にですね、私は4000件の審査請求に対する、採決に関与してきました。そのうち約1500件では直接審尋を行い、あとの2500件程度は書面審査を行いましたと発言したと記録されています。第1回では1000件以上と言っていたんですけれども、第2回では、約1500件と明言されています。で、2021年4月の、衆院法務委員会では2000人と会ったと語っているの で、ですね、2019年11月から2021年4月までの1年半の間で対面審査が500人増えたということになります。どちらも立法に関わる重要な数字なので、疑惑のある以上、2021年、2022年の審査件数だけではなく、それ以前の審査件数も出す必要があるのではないでしょうか。で、もしまたこの数字が正しかったとしても、1年半で500人の対面審査を行うなどは、とても真っ当な審査をしたとは思えないのですが、かつ参与員の中でも異常な偏りがあるという点をどのようにお考えでしょうか。まずですね、いろいろ数字、おっしゃったので、少々確認しなくちゃ答弁できないんですけど、今突然、言われてもですね、ただ1年、6ヶ月で500件ですかという発言がありました。で、この点について、私は柳瀬氏のご発言は、さまざまな場所でさまざまなご発言をされているわけになりますので、各ご発言の時期や経緯、これバラバラでありますので、参与員としてのですね、事件処理数をその時その都度お話になっているんだろうと思いますが、いずれにしても我々の審査の仕方はですね、その事前に書類を送って、見ていただくということをやっておりますので、ですからそれも含めて、処理するということでありますので、一般論として申し上げればですね、1年6ヶ月で500件の単面審査を行うということは可能であろうというふうに思っています。それからさまざまなデータについては今参議院の法務委員会においてさまざまご要請をいただいているようでありまして、精査をしたり作業が必要なものもありますので、全部出せることはありませんが、ご指摘のようなものを含めて今対応を検討しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。